俺なんか、ムーミーマンさんの改造動画見ても俺ピンとこなかったんだけど、あれ何が改造なの具体的に。ただのチラチンポにしか見えなかったんだけど、これ。あれなんか本当に、何？名前が改造ってこと？じゃなくて。俺にはチラチンポしかわかんなかったわ、あれ。あそこが目立ちすぎて。いや、でも逆にあれ面白、あれネタで面白いんだけど。いや、ネタにできないの改造って。にポケモン界隈は。わかんないんだけど。なんか俺の感覚だったら、チラチンポって名前にしたやつが改造さんだったとか、なんか逆になんかネタになりそうなんだけど。わかんない、あそこの界隈。あのゲームやってねえから。ネタにしていいのかわかんねえわ。あ、同じキャラを複製しまくってた？あ、そういうこと？名前面白すぎだろ。センスありすぎだろ、マジで。ポケモンでもそういう改造問題って出てくるんだなぁ。スプラトゥーンでもあったけどさ。でも今なんか改造回ってきたりするんでしょ、あのなんかミラクル交換とかで。だから知らずして改造さん使ってる可能性あるんでしょ。やばいよそれ。まあ、テロは普通。育成がめんどくさいのがある。いや、それは違うだろ。別に育成しなくていいだろ。いや、それポケモンで整理すんなよ、マジで。もうポケモンの整理すんなよ、勝手に。カラカルとかめっちゃ好きだったけどな、俺キャラ。あ、ラビリンスも良かったね。ミノワだっけ？超かっこいい。絶対飛んでくる、これ。ほら当たるんだよ、俺の予言は。坊や鉄、いや坊や鉄も面白いね。明日晴れるかなっつって、はい天保っつって、終わり。運が良かったわ今日は、って。はい終わり。
まあ、最後の方運でね、あのもうイカサマとか関係なくなるから鉄やって最後もう実力で大車輪とか作っちゃうから感じたんで天才だからてっちゃんは。しかもピエール愛用のヒロポンとか出てくるから。あ、ピエール違うか。コカインか。ちょっとだけ違った。はい、レール最強。昨年末から改造行為そのものが違法になりました。じゃあ犯罪者やん。ガチでダメなやつやん。マミさん詳しいね。もしかして弁護士？ガミさんって実はガミさんって弁護士なんじゃね。あ、弁護士っぽいもん風貌が。ガミさんって弁護士か。気づいちまったけど、なんだこいつ。弁護士の卵ってやつやな。弁護士の卵って何卵っていうの。弁護士って何、卵から生まれんの。両生類なの。両生類だって卵生まれんの。じゃあ哺乳類が卵だっけ。爬虫類か。あと霊長類。あと鳥類。あ、鳥類違うか。鳥類は違うな。いや、まさか鳥が卵産むわけないよ。何言ってんだお前ら。鳥が卵産むわけないだろ。やばいだろ、鳥が卵産み出したら。どうすんの？世界終わるだろ。まさか。そんなわけ。当ててみろ。お前の力見せてみろ。ジェットパック。
え、ナイス言ってくれたんだけど、この子絶対可愛い、こいつ。